後に第3日だと、うん、小三人が読んだと、ああそうやね、やっぱり第3日と小三人か、そうやね、お、なんか捕まえた、買いつぶりの子供は3つ頭集まっとんね。 あれは大きいやつで、あと親とちっちゃいやつどこ行ったか、うん、の排水溝 の, あの前の方の水溜まりかね、でねえかなと思うんだけど、うん、開けた上で先週1週間ずっと雨降っとらんから干上がってしまって、今まで水漏れしてひどいひどい人ってもこんなにひどくなかったんですよ、うん、こんなのね、まあ、こっちの方日々割れとったけど、でも水たまりあったわね、うん、左半分のとは水たまりあったからね、だから、うん、あそこの水門の、うん、一番下のところを開けたんだっていうのは、うん、左回りやったんだったら大々的にやってもらって、今今年大々的にやりゃまた10年ほどここは取っても50円なんだよ、よく取り付けてもらった。じゃあぜひ、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 
夏休みの宿題に早さ の調査をしたいとか言ったら、まず無理でしょう、まず無理でしょうって。まず探すところが大変でしょうって。今の話とかしてたら、人の人は顔で見るから、耳しぶきは。でも、